ターネットで人生狂った人。はーい。こう今のさ、もう子供たちってもう生まれた時からネットがあってさ、うん、特に中学生とか死ぬほどもう黒歴史作りまくってるじゃん。なんか俺らはもう取り返しつかないしさ、うん、あとはもう YouTube 続けるか自殺しかないけど、なんかまだ取り返しつくと思うんだよね、中学生くらいって、うん、だからそのこの動画で晒して取り返しつかんくしよう。いや、同じ地獄にはいっぱい引きずり込んだ方がいいでしょう。あーね。わあ、かわいいね。いいね。うわ、え、これどこだろうね。ディズニーとか。ディズニーかな。バズレだって。バズレってなんかハッシュタグつけちゃうよね。バズってるよね、実際。ほんとだ。何バズなんだろう、これは。ね、よくわかんないね。でも実際得られる刺激があることは確かだよね。間違いないよね。すごいね、なんかもう普通に TikTok 撮ろうぜって流れがあるんだもんな、当たり前のように。ネットにさらそうぜってなるんだもんね。そうなんだよな。ようこそー08世代。08世代。世代ドーナツ大好き。ポンデリング。はぁ、これ中学生ませてんな。キモっそい。キモっそい。もう最上位の表現、キモ。あ、うん、そうなんだ。まあわかるよ。例えばじゃあ昔だったら、うん、ビーバップハイスクールとかが流行ってね、うん、こう中村徹もかっこよかったよ。高校生とか中学生の子たちは、うん、こう突っ張りに憧れて、うん、リーゼントにもするし、うん、でも今ってもう08で生まれちゃったらさ、可愛、うん、い系男子がまっすぐなかっこよさの時代じゃん、ずっと。マッチョイズムが完全に死んだよね。完全に死んだね、うん、だからこうまっすぐかっこつけるってなったらドーナツ大好きとか言っちゃうんだろうな。もう08ってことは中2とかでしょ。もうその時点でドーナツ大好きが可愛くてあざとくて友好的な言葉だっていうことを理解してんでしょ。マセすぎ。まあでもお前今もうここにドーナツ大好きってタトゥー入れてんのと一緒だからな。ネットタトゥーね、ゴリゴリの。ああ、このチャンネル消えてもなんかデイリーモーションとかに全部上げ直そうぜ。そうだな、絶対保存しよう。09 11。前髪のセット前髪ヒューズ。中1ランドセルしとったの、つい最近まで。ちょっと待って、これちゃんと見たい。バレンタインチョコ絶対オンライン聴いてる曲大体 US か UK。 いてー。ゲームだけは集中できる。リアコゼ作りたい。高速でバンバン出てきてさ、うん、体感するのに時間かかったけど、これ一発一発がヘビー級パンチだね。すごいよね、これ。連打なのに一発一発殺意がある。だからこれ SNS 界のモハメド・アリーだ。最後自撮りがバンバンバンって出る頃にはもう気づいたら天井見上げてノックアウトだよね。ハードル下げた上で、うん、でもこう顔見せたらかっこいいみたいなさ、うん、なんかそういうやり方を分かってるっていうのが、そうそう、あざとさのフォーマットをもう分かってんだよね。自我があるっていうのがすごいよね。そもそもそうだよね。だって中1なんてさ、うん、せいぜい自我っつってもこうなんかジャージどこまで開けるかみたいな。、うん、この数センチの違いでしか自分表現できなかったし、そうそうそう、表現したのに。なんかギリ足早ければモテると思ってたくらいだしな。15歳173センチ、中学生。大人じゃんね。ね、年較されないよこれ、ね、男子中学生っていうのを明記するっていうのも、中学生なのにこんなにマステて大人見ててかっこいい俺っていうのを確かに、ね、俯瞰で見れてるんだよ自分を。あ、やばくない？それがなんかいいそのプロフィールになるって知ってんだよね。まずネットで中学生って堂々と言える時代が信じられんくない、ね、俺らなんてもう必死に隠してたじゃん、うん、中学生の頃まあなんか2ちゃんとかで書き込みしてたけど、絶対に行ったら袋叩きにして殺されるって知ってたからさ。リンチだよ。ガキと女は大人のおじさんになりきってネットやってたのに。そうだね、今こんな堂々とできるんだね。うん、09以上部。全然カーズのパンツとか履いてるでしょ、まだお母さんが買った。カーズのパンツ出てくるね、ズボン下ろしたら。ポケモンの靴下とかさ、うん、勉強頑張ってどうぞ。押してくださいやがれ。何その言い回し。いや、押されようとしての中学生で、うん、中1女子を押してるおじさんってめちゃめちゃ気持ち悪いじゃん、うん、これに群がってる女どもも確かにな、女版ロリコンだよ、ペドフィリアだよ。そうだよね。なんかこの男女が逆になっただけでこれが許されるっていうのが意味わからない。ふざけんなよ、ふざけんなって。ふざけんなよ。え、なんかいろんな意味をはらんでたの今の。ふざけんなよ、
めっちゃムカついてきたな。あ、逆転したら許されない。なんか嫌な予感するぞ。こっちだ、こっちを見ろ、こっちだ、ねえこっちを見て。1日に5回振られて禁欲してみたいなのを前振りにしてかっこいい自分見せるみたいな、うん、あざとさをもう覚えてんだ。嘘だろ。だって中学生って言ったらもうスマホがだって2007年とかでしょ。でスマホより後に生まれてんだよ。そうです、スマホより後に生まれて、うん、まあなんかジョブズはさすごい生きったプレゼンしてたけどさ、それを生み出した直後に生まれたその赤ちゃん今こうなってるよ。ジョブズ、ジョブズお前やばいよ。なんてことしてんだよお前。確かにすごい発明だったかもしんないけど、うん、とんでもないものを生み出してるよジョブズ。スマホってのが出てきたみたいな時代を体感してるわけで俺ら、ね、あこれがスマホかみたいな。携帯といえばこんなパカパカじゃんと思ってたよ、うん、生まれた赤ちゃんこれですよ。聞いてるかジョブズ、聞いてるかジョブズ。じゃあ国籍言うんだ今の中学生は。なんで国籍から始めんだろう。いやマジでこの間までランドセルだもんねこれは、うん、嘘みたいだよね。信じられんわこいつって。なんか視聴覚室で喜ぶかな。めっちゃ安心するけどな、次の授業視聴覚室ですって言われてこの子が喜んでたらさ。英語の授業で6っていうたびにこっち見てこないだろうな。うん、6は保険の教科書配られたその日に裏山に読みに行ったもん俺。裏山自分の保険体育ってどんなのなの、見に行こうでっつって。受精？受精？保健体育のさ、その左下の小さい吹き出しのコマで、マスターベーションは健康に害はないっていう吹き出しを俺まだ覚えてるの。そんなあった？あったよ。いけないことしてると思ってたからその時まだ、うん、だからすげえ救われたもん、なんかその人なのに。覚えてる。マジで言ってんの？嘘みたいだね。何その髪型。まず前髪の時点で許されないってことね。これはね、監禁します。ん？監禁します。なんで？いやいや、その本当にお腹空いた頃に俺ミルメイク出すから。ミルメイクとフルーツポンチ出して楽しい嬉しいって言ってくれたら初めて解放するわ。あ、お前もちゃんと中学生だな。ミルメイクの喜びを思い出してほしい。そう、それを見届けるまで俺出さないから。Why do you have to? でっかいニューヨークヤンキス。ライブやんぞー。ライブやんぞー。今までの子たちもさ、喋らしたらこういう声してるでしょ。確かにね。いや、いいね。安心できたこいつ見て。確かに声変わり途中のこんな声してんだな、あいつらも、うん、こういう子が俺、ほんと可愛いと思うわ、うん、一番コンテニング大好きなんかよりね、うん、ミルメイクだね。ミルメイクだね、これはミルメイクだ。うわー、出た筋肉いきりだ。まだ可愛いけど。ちょっと上腕二頭筋が甘いかな。おっと、背筋もね、まあ、見せるのはいいんだけどポージングがまだちょっと甘くて、多少は水抜きとかして、あと日焼けサロンとかも行ってね、軽く体を絞って見えやすいようにした状態で撮るとかしないと関東1位は怒っちゃうぞ。出たー。 It's my life。 関東1位だもんねお前、ボディービル関東1位で俺は。甘いね。甘いか。まずポージングの練習からだね。すごっ。いやでもじゃだれって史上初になるけどさ、うん、2人揃えば勝てるくね。ちょっとチャンネル史上初、チャンネル史上初勝てるよ。勝てるなこれ。この細さはいい勝負できそうだね。これいい勝負できるよ。中学生がインターネットで一人の男として見られようとしてるっていうんですか。確かにね。自分の中に咲いてる。嘘だろ。まだ可愛いあるけどね。このでもまだこいつ体育座りはするんでしょ。全校集会の時。そうだ、毎朝体育座りしてるよ。ああ、そう考えるとなんか不思議な気分になる。バグるよね。本当にしてんのか。マジで大人になって見せたいなこれ。うん、見ろって、見ろお前の中学生時代の TikTok 見ろって。うん、男子中学生の一日。はあ、5時半起床。ギリギリまで寝てたいでしょ。
お母さんが起きる前に撮ってんのかな。かわいいな。朝ごはんだけ静止画なの面白いな。お母さんいるからかな。9時半出発、早いね。何その靴、スニーカーだろ普通。電車私立か。電車乗らないよな。学校が終わり早々かに。ちゃんと学校ではスマホ没収されてるのもおもろいな。あ、東京だ。本当だ。電車で通ってんだ。いいとこだね。やだな。大学生の新地でした。朝起きて飯食っただけじゃないか。ね、変な生きりはしてない。本当に。まあ、息はしてる。そうだよね。本当リアルじゃないこれが。うん。何もないのが普通なんだよ、中学生の一日なんて。そうだね。うん。今期のおすすめアニメだけ知りたいな。教えてくれそう。うん。教えてくれるね。教えてほしいな、それだけ。うん。嘘だろ？もいやー、俺ほっ本当にね、俺こういうこと言いたくないし、本当にオブラートに包んで言うけど、うん、ちょっと虐待しちゃうかも。俺が親だったら。ちょっとね、本当にちょっとよ。その、本当に見えるか見えないくらいのレベルのね。そんなあったかい虐待初めて聞いた。温かみのある虐待だったら。ちょっと虐待しちゃうかも。いつでしょう。クォーター、清水木。服着たらダメやら。ちゃんと勉強しないとこんな仕事することになるんだぞ。こんな大人に何言われても何も聞かんだろこの子供たち。そうなんだよな、うん、クソほど人生終わってる大人が中学生にまで妬みの手を伸ばしてるだけだからな。金稼ぎのために全部返ってきてる俺らに。そうなんだよ。俺らもこれ10年後直視できないよこんな YouTube。 殺してくれよ。